はい、それではね、次は、ファンキーギター第6回ですね。まあ、リズムにはね、いろんなこう、代表的なリズムというかね、よく使われるパターン、まあ、たまには名前がついてたりもするんですけどもね、いろいろなそういう代表的なリズムがありますのでね、今までやってきたカッティングの基礎を生かしてね、それらのリズムを弾いていきたいと思います。でね、ずっと言いないばっかりだったので、ちょっと違ったコードも使います。最初はね、F の形で、F、G、A ですね。A を押さえてください。これで、まあ、セカンドラインとかね、言われたりもするんですが、この、さっきポリリズムでやった3個、3個、2個で分ける、を前半に持ってきて、後半に、つつたたつつですね。つつたたつつ。この空振り分かりますかね。つつたたつつ。このつつたの後切って空振りしてダーッつになります。これを入れるとみたいな感じのリズムになりますね。このビートでね、ある他なんかの曲を演奏しようみたいになることもありますからね、あらかじめダツツダツツタツツツタッタってリズムを練習しておくっていうのはね、意外にこう現場でも役に立ちますから、覚えておいてください。これ少し跳ねてね、ボディドリーなんて人がやっている、パターン、はこれをちょっと跳ねた感じにすると、雰囲気も出るかなと思いますね。跳ねるパターン、跳ねないパターン、両方跳ねないパターン。跳ねるパターン。はい、こんなの両方ともね、こう練習してみるといいかなと思いますね。じゃあこれもドラムに合わせていきましょう。今度はですね、テンポ90少し上げます。ドラムが鳴った時、今みたいにね、こうちゃんとこうね、振りをこれくらいのテンポだなっていうのを取らないで始めると、さっきみたいに、最初安定しなかったりするので、しっかり90の振りはこれくらいだなっていう風に体にね、なじませて、2つ目からこうグッと乗れていけるような、感じで弾けるように、心がけましょう。ではですね、次2番、これはですね、なんてリズムをね、聞いたことあるんじゃないかなと思いますね。日本のポップスなんかでもね、たまに出てきますよね。いやビートです。タッタッタウタッタタタタです。いいですね。ダウンダウンダウンで、その後アップアップアップタラ、最後は押さえっぱなし、アップアップ、3回目のアップから押さえっぱなしで、その後にジャジャジャをつけてください。大丈夫でしょうか。タッタッタオで弾いてください。これもテンポ90のドラムに合わせてみました。ご機嫌なパターンですから、コード進行に合わせてこのビートで弾いてあげたりするとね、なかなか面白いと思います。ですね。はい、次3番スカですね。これはまた F の形で C を押さえましょう。はい、で
で弾きますのでね、これ実は16ビートじゃないんですよね。今まで16の、練習をしてきましたが、8ビートになります。1と2と3と4となんていう風にね弾きますね。頭拍っていうか表、ごめんなさい、表拍、それはこう右手のカットにしますね。カットした状態でつって軽く当てるような、ピックを当てるような感じね。で対してこれで、っていう風に、裏拍のアップだけを弾いて、すぐに左の力抜いてね、アップしたらすぐこう左の力を抜きます。それでキレを出すわけですね。なんで表拍は右手カットでアップ、右手カットアップ、右手カットアップ、右手カットアップ、これを連続してくれれば OK です。楽譜というかタブ譜にはね、押さえ方全部を示すために6弦まで書いてありますが、やらなくていいですからね。弾くのはこのね、2、3本で 1弦、2弦、3弦のあたりで、いいと思いますので、こう軽い感じを出せるといいですね。まあ16ビート取る場合はね、こうなんていう風にね、裏箱をダウンにしてスカを弾く場合もあります。なんでね、これは自分のこうイメージするね、昔の、スカのね、一番最初に流行った頃の黒人の人たちがやってたスカのっていう感じがいいのかみたいな、こう落ち着いた感じね、っていう、こうダウンでるスカもあります。その辺は自分で、その時のまあ自分でというか、そのサウンドね、今欲しいサウンドに近い方を取ってもらっていいかなと思います。はい、次ね、4番ですね。今度はレゲエのパターンいってみましょう。コードは E フラットマイナー7で、ドレミのフラットでマイナー7を作ってください。6弦出ないようにあの人差し指の先で触っておいてくださいね。で、まあ、レゲエのパターン、まあ、代表的なやつだけですけども、3つ紹介していこうかなと思います。まずは、ウッチーズって弾くパターンですね。これもね、リズムのポイントはスカと一緒です。ですが、ダウンで必ず入るんですね。レゲエはアップで弾きませんからね。ウッチーズ。ね、頭拍をこう、取るのにこうね、右手で軽くチョップして、あの拍を取ってあげてもいいと思いますね。うまあ、標準的には、ね、こんな感じで少し跳ねてる感じ。うっていうのがいいかなと思います。で、跳ねないパターンもで、こういうパターンで弾く場合もありますので、両方練習してみるといいかなと思いますね。跳ねたなるパターンと、ね、両方やってみるといいと思います。で、次パターン2になりますけども、これは最初のね、パターンが、パターン1がウッチャーカっていうのとウッチャーの組み合わせだったんですけども、この2はウッチャーカだけを連続するパターンですね。これも跳ねないパターンも、練習してみるといいと思います。で、パターン3なんですが、これはね、この一発だけの八分裏スカはこうやってやりましたけど、それをその同じ裏拍1、2、3、4、これをこう下ろすだけのね、一発ちゃってやるだけのレゲエのパターンです。それも軽めにね、
ちょっとこう置きに行くような感じで。はい。まあこの3種類ぐらいをですね、いろいろ組み合わせて、レゲエのリズムなんかはね、こう弾けると思いますので、覚えておくといいかなと思いますね。はい。じゃあちょっと最後におまけなんですが、このね、Cm7F9、よくあるこのね、コード進行なんですが、中指で6弦の8フレット。で、5弦を開けて4弦、3弦、2弦の8フレットを薬指でこう軽く反って押さえますね。ね。少し反ってます。で、中指をかぶせてる形。はい。これで、Cm7。それをそのまま、1弦ずつずるっと落とすんです。そして4弦のこの7フレットに人差し指を加えてあげると F9 になりますね。これは今まで練習してた E9 の半音上がったやつですから分かりますよね。形一緒ですね。この Cm7F Cm7F、 ちょっと洒落た感じになりますよね。この洒落た感じになるので、ちょっとボサノバ風のね、ボサノバのリズムではないんですが、風な感じをこうピックのこうカッティングでね、出したらこんな感じになるんじゃないかなっていうのをちょっとやってみました。はい、まず1拍目は1トーンのタイミングでダウンダウンでベースコードですね。ダウンダウン、次はダダツダーンね、ダダツダーン、最後のアップで F9 に変わるわけです。ダダダーン、伸ばしたまま1個空振りしてまたアップしてください。ダダツダーン、ウッダツでツツっていうのを入れたら最後にチャカチャと入ります。ドンバンダダツダーン、ダツツッツッツですかね。ドンで F に変わりましょう。はい、こんな感じで弾ければボサノバ風も弾けるぜなんつってね、ちょっと遊んでみることができると思いますので、やってみてください。5つのね、リズムをこうよくあるリズムですね、ジャンル的にあるリズムを紹介してみましたが、こういうね、16ビートをマスターしていくといろんなねリズムが弾けるようになりますので、ぜひこういうのもね、練習していただいてマスターしていただいて、幅を広げていただければなと思います。それでは、第6回終了いたします。